はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、シリスです。というわけで今回は新マップのアシカアイランドで遊んだ時の試合をお送りしていきたいなと思います。で今日の動画は、1試合丸ごとではなくて数試合のね強かったシーンとか、面白かったシーンを、詰め込んだ感じとなってるのでよろしくお願いします。で、新マップ遊んだ感想としてはもうめちゃくちゃ面白かったんですけど、個人的に一番強かったなと思ったのは SMG 系の武器たちですね。どん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 敵と殴り合わなきゃいけないので、基本的にすぐリロードしてかつ近距離戦える武器が必要になるので、個人的にハンドガンデュアルとかよりかは SMG の方がめちゃくちゃ使えたかなっていう風に思います。でリサージェンスモードっていうこともあるので、どん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 ね敵と戦って死んだとしてもすぐ復活できる、そして何回でも復活できる、そんな感じでね、まあ、マルチ寄りのバトロワって感じのねマップなので、もし気になった方はぜひプレイしてみてください。そんな感じで早速ですが試合の方に移っていきたいなと思います。皆さんよければチャンネル登録や高評価などぜひよろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。試合の方どうぞ。みんなここに集まるし俺もここに向かいたいってことでよろしくお願いします。何パーセントかいろいろ書いてある。さあ月キャッスル、すごい桜の花びらが舞ってる、かっこよすぎる、なんだこれは。さあ参りましょう、アシカアイランド新マップです。レッツゴーです、レッツゴー。ここに穴が開いてるんでここから多分入れるでしょう。ここに入ってまずバックパック漁って SMG を手に入れる。まずはダウンで尋問したいが、尋問はこのゲームない。 OK、 尋問がないようです。漁って一瞬倒したんで、リサージェンスモードあるあるなのが、倒すと敵の位置が分かるっていうシステムなんで、これどっからが敵のとこに向かう。 OK、 これ美味しいね、いいですよこれ。どんどんね俺も向かいます、これ行きます。味方に生き残ってもらって、俺はもうリサージェンスモードを全力で楽しむ。俺は俺のやり方がある。倒して、なんかどんどん出るけどなんか分からんな、敵がどこにいるか。一瞬うまいね、頭入ったのかな、めちゃくちゃ溶かされたね今。危ないね、味方じゃなくて敵がどこにいるか。これもでもどっかのリメイクマップなんだっけ、この月キャッスルかなんかって聞いたところによると。懐かしく感じる人は懐かしく感じるマップなのかもしれないね、もしかしたら。今いたね、ルミナスじゃなくてルミニスだ。そういう人もいるんだ。そういう人？どういう人？これ大体 350m でボタンを押して、でここの枠ここ入る、ですぐさま拾って、オッケー、レッツゴー。上表記も聞かないね、これ。え？音ないんだけど。消えた。マジか。は？何してんのこの人。まあ、あいつはもう死んだな。やっべ。これどんどん来るくね？めっちゃ挑んできたな。ちょっと
敵どこいんだ。危ない。上と下、一回上取られたってことだよな、これ。あぶね、マジで殴る人大嫌い、本当に。対処できてよかった。ずっと来る、ずっと来る、ずっと来る、ずっと来る。すごい、すごい。一発。人たち誘いてー、あれ、このモード。ね、エアラもっと爆かけていいよね。わかる。あ、あう。最悪や。はい、引っかかっちゃったねー。俺が中に逃げたと思って戻っちゃったね。残念。ちらからのフラッシュ焚いて、食らって、わーい。でカバーしてきちゃうよね。そうだよね、全部わかるんだから、やりたいこと。もうちょい置くか、これミスったな、最悪や。音消えてるはずなんだよ。いいねー、気持ちいい、このゲーム最高です。バピ、え、なんか騙した、なんでや、貫通して入った。今上見てきてるやついたな、左から見るか。いけ、もう一人どうやって死んだ今の人って。ここの上を取りに行けばいいんだ。どっち同士これ。え、あ、いたわ。あぶね。やべ、弾ね。うん、あぶね。こういう時にやっぱスライディング使えるんだな。これ走りながらさ、アーマー負けるようになったからさ、一気にあれだ。
あれの需要が上がってる。ナイス、グッチの味方。いいよ。走りながら開けるようになったからさ、スライディングの価値が上がってる相対的に。危ね。見えたな。2秒。これが耐久性ガスマスクだからできるこの立ち回りよね。左行ってた。これラストワンじゃん、これ。ナイフ。なんなんだナイス、でもよくやった、味方。野良もよかったね、ナイス。いいね、初勝利。ナイス、ナイスです。